ああ、寝てるわ、超寝てるわ。すげえ寝てるわ。ボスはまだ？さて、何かあったか？それとも情報が必要か？UB を捕まえた。素晴らしい。やったじゃないか。すぐにボスを呼び戻そう。お、ボスお帰り。捕まえたよ、4匹とも。保護した UB のデータを本部とビッキさんに転送完了しました。お疲れ様でした、アイナさん。このデータでビューティーことフェローチェの謎も解明されるはずです。これで解明されていったら何がどうなるんやろ。う、どうしたボス？何、どうしたどうした？大丈夫です。ただ今回は少し数が多く追い回されたので。あいつを別のところで何かしらしよったん。本当に大丈夫です。あまりじっと見ないでください。ああ、すまん。お二人もお疲れのはず。これからどうしましょうか。ひどい疲れとなれば導かれる結論は一つ。まあ休めっていうことやね。疲れを癒すもの、それはすなわちご馳走。お、今度こそ任務成功祝いを兼ねて今度こそ食べるしかあるまい。こちらにはバトルバイキングといってたらふく食えるレストランがある。また？どうしてお店をご存知なのですか？ふふ。たまたまだ、たまたま。ナッシーじゃないぞ。寒い。とにかく混む店らしいし、一足先に予約に行ってくる。ハンサムさんは結構いろんなところに行ってるんだね。仕方ない、ハンサムさん。口なしさん。昔の彼はとても優れた警察官でした。そう。かつてのハンサムさんと並ぶほどの腕利きで、私がこうしてここにいるのも、あの人のおかげなんです。お？底辺だ。またしても食べにはいけない。あら、ハンサムさん？また早いお戻りですね。もしかして。もしかの通りだ、ボス。もしかの通り？新たな郵便について目撃情報の垂れ込みだ。場所はアーカラ島。またごちそうお預けだな。もうお預けお預けお預けで、最終的には超豪華になったやない。了解。なんかね、今まで食べれんかった分も。直ちにアーカラ島に急行しましょう。イエスサー、ボス。アーカラ島に戻り、以前のモーテルを拠点にします。すみませんが、アイナさんも準備でき次第お越しください。了解。我々もアーカラへ戻る。アイナくんも頼んだぞ。アーカラのモーテルは8番道路にあるからな。ちゃんとそういうの言ってくれるの優しいね。じゃないと私確実に迷うもんね。おいし、それじゃあ、8番道路って言ったよね。違うやつに乗ってしまったけど。アーカラ島。アーカラ島の8番道路。8番道路、こっか。さあ、次の UB は一体何？かわいいかな？かわいいといいな。あ、でもなんか中にはごついのとかもおりそうよね。今まで基本的に移ろいがかわいかったやんか。んで、何やった？ビューティー？ビューティーはなんか一応私的には気持ち悪いけど綺麗なやつなんやろ？誰？おう、待っていてさ、アイナくん。あ、もしかしてあの絵描きの人？やんね。実は今回はすでに UB の情報を掴んでいる。よって、ボスは先に現場周辺の警備に行った。なるほど。UB3、ライトニング、ナンバー836。どうもどうもどうも。こちらのおしゃまなガールが情報提供者だ。おしゃまな。お使いを頼まれたの。まつりか試練してないからね。あ、そっか、そういえばキャプテンやったっけ。ほほう、それは誰からだね。それは秘密です。でね、もう一つ命令お願いがあったんでした。なになに？なんだね、それは。アイナくんと本気でポケモン勝負してこいって。なんだかよくわからないけれど、力試しみたいな感じかな。ですので、勝負勝負。私とポケモン勝負。何それ、試練じゃないのそれ。いや、いいけどさ。はーい、それじゃあ始めよう。まつりか行きますよ。全力全力。なんか話が見えないんだけど、一体どういうこと？情報提供者なんだよね。キャプテンのまつりかが勝負を仕掛けてきた。試練の時に勝負しなかったのに、
今何でもない時にするんだな。なんかあれよね、祭りかも。若干ちょっと若干スプラトゥーンっぽい感じがうっすらと滲んでいるけれど、じゃあさっき捕まえたフェローチェちょっと使ってみよっか。ん？相手何タイプやろ。フェローチェ虫格闘なん。フェアリーとか入ってないんやね。ちょっと意外やった。格闘系なんや。虫はわかるけど。相手は何タイプやっけ。あの子フェアリーやった。じゃあとりあえず飛びかかってもらおうか。飛びかかる。弱っ。あ、てかレベルがあれか。同じぐらいのレベルなんよね。ってことは、やられた。効果は抜群だ。あ、すげえ、めまい。めまいが。カプコケコ、ウツロイド。いやー、ダメだね。もう普通に足レーンで行ってやろう。でも効果ありと今一つ。そっかそっか、何タイプ？微妙やね。別に特に、あ、地面系が効く。カプコケコは何系やっけ？あー、そっか。フェアリーとかなんよね。おし、カビゴンで行こう。行け、カビゴン。よし、ここで10万馬力を。まだ結構相手もポケモン残っとるのに、うち1匹おらんくなってしまったわ。ね、早速、このさっき捕まえたばっかりの。お、効果抜群。え、効果抜群でこっちレベル100なのにさ、残ったよ。耐えたよ、なんか普通に。すげえな。いけ、カビゴン、10万馬力。おし。その蹄は一体どこからあるのかがわからんけど。お、グランブル。そのまんまで行こうか。グランブルはフェアリーやったよね。顔に似合わず。とりあえずちょっと、満タンの薬使っとこう。ん？満タンの薬。ほい、これをカビゴンに。フェアリーには何が効く？あ、フェアリーにはフェアリーが効くんやったっけ？あ、悪とか効いたかな？あれ、グランブルってあれか。悪フェアリーやった、もしかして。違う違う、道具じゃない。じゃあ、ルナーラあたりが効くんかな。いや、効かねえ。別に普通だ。ってことは別にそんなに効果抜群っていう子もおらんか。あ、おる。毒が効く。よし、じゃあ、ウツロイドで行こうか。あ、向こうの方がレベル上やけど大丈夫？とりあえず使ってみよっか。今までまだ使ってないもんね。おーし、行くよ。うわー、すげえ。ダメじゃね、これ。普通にダメじゃね。ちょっと待ってね。満タンの薬使っとこうか、一応。急所に当たったけん、あれだけ効いたんかな。急所に当たらんくってもあれぐらい効いたんかな。ちょっとそこがよくわからんけど。あ、もう全然。効果抜群やし。ダメだな。ダメだな。なんかもう普通にあれなんですけど。足レーンとかで行っとこうか。なんか普通にビースト2匹ともやられたんですけど。弱。弱すぎやろ。おし、行くよ。足レーンのハイドロポンプ。アシレーヌとカビゴンはレベル100だから。もうなんか、あ、ポケモン入れ替えしなくていいよ。うん。アブリボン？なんか可愛いポケモンばっかり使ってくるね。もうウツロイドに関してはさ、技を見せることもなく、やられてしまったね。一応なんかあっちのビューティーの方はさ、名前忘れたけど、ビューティーの方は一応一回
技は出せたやん。とりあえずね。マシェード。マシェードって草タイプやった？ん？フェアリーかな。今一つ。ムーンフェアリー。ん？ムーンフェアリー、そんな技やったっけ？ムーンフォースや。寝だした。起きてくれないかな。とりあえずポケモン入れ替えよっか。なんか安らかな顔で寝てるし。おいし、カビゴンでいきます。アシュレーヌ戻れ。これもしかしてラスト？最後のポケモンじゃない？ごめんね、カビゴンは起きてるから。待って、 Z パワーを使うほどのことでもないよね。ギガインパクトとかでいいんじゃない？普通に当たらねえ。マジかよ。きっとその一発でやった。マジで寝た。うわ、なんか全員やられそう。ルナーラ行くよ。さあ来い。相手が弱ってるよ。ごめんね、さっきから効果なくって。よし、じゃあここでゴーストダイブ。これで次の回、相手の、そうそう、キノコの胞子も当たらないから眠らないよ。ゴーストダイブ。よし、めっちゃ微妙やったね。倒せたけども。ぷくりん、あ、まだおったんや。まだおったんや。かわいい。いや、相変わらずかわいいね。効果なし、ナイトバーストで。ナイトバースト。どうよ。いや、めっちゃ、大して効かない。Z パワーは何系やったっけ？ゴーストやったっけ？あー、じゃあダメやね、全然。じゃあちょっと一旦ポケモン。カプコケコ、いける？やられそうな気がしなくもないんだけど。ね、レベル1向こうの方が上だし。何、エレキメーカーって。足元に電気が駆け巡る。あ、なんか電気タイプの技が強くなるってことかな。おし、それじゃあ、エレキボールで。カプコ結構エレキボール。あー、ハイパーボイスは普通に技？普通に技だ。歌うとは違うんやね。やべえ、なんかとことんやられてるんですけど。ルナーラ効かんしね。ちょ、待って、カビゴン、あと少しよ。カビゴン起きて。起きてる？いや、寝てる。ちょ、起きてくれい。ギガインパクト、一応指示だけ出してみよう。あー、寝てるわ、超寝てるわ、すげー寝てるわ。これちょっとこの騒音で起きるんじゃない？どう？おし、起きた。ギガインパクト。なんかこのさ、眠りから覚めて速攻で技が出せるっていうのは、夢うつつの中でもちょっと、聞き寄るってことかな、指示をちゃんと。うわー、まつりか、君の強さに驚いちゃう。いや、でもまつりかさん結構強かった。いや、埃を落とすよりもさ、埃を落とすよりもちょっと、もっとすることが、アシュレーヌを起こしてあげたりとか、した方がいいんじゃないかな。てか、めっちゃ埃だらけやん。何しよったん？どこで寝よったん、カビゴン。絶対なんか使われてない倉庫とかで寝よったやろ。その、お顔についてる埃とかは一体どういう風にしたらいいの？スクロールできるとかそういうのはないの？どうやったらいいんやろ、これ。スクロール、いや、できませんけど。普通にこのままここでやりよっても取れんよね。何これ、どうしたらいいの？
そのお顔の撮れないんだけど。タッチしても何にもならない。何にもならない。どうしてあげたらよかったんやろ。ああいうでかいポケモンの場合、今までやったことなかったけんね。わ、驚きの強さ。問題なし。アイナくんもやっぱりちゃんと強いよね。ありがとう。なかなかやるものだ、おしゃまガールも。では、まつりく帰るね。情報は？もう聞いてるの？なかなか変。個性派のガールだったな。変って言ったよね。では、気を取り直して任務と行こうか。不本意ながら今回も私はバックアップ担当だ。アイナ君にはこれを。今回分のウルトラボールだ。お、ウルトラボールを10個手に入れた。結構な感じで量産されてるけど。ねえ。まずはいつもの連絡だ。前回捕獲した UB のデータ解析が終わったそうだ。詳しいことが知りたければエーテルパラダイスにあるシークレットルームまで。ビッキーの地を訪ねてくれ。では任務開始だ。何かあれば言ってくれよ。何かあるよ。どこだ。さて、何かあったか？それでも情報が必要か？ UB 情報は UB03、 コードネームライトニングの情報だ。名の通り、凄まじい電気を操るウルトラビーストらしい。目撃された現場は次の2カ所。シェードジャングル、並びにメモリアルヒル。おそらくアーカラ島内を移動していると思われる。目撃数は2匹。お、減った。よって、今回は2匹の保護が目標になるぞ。なるほどね。シェードジャングルか、メモリアルヒル。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。